はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。確か登板日がわりかし近かったよね。8月の16なので、違う、早送りとかじゃなくて、これ、阪神戦が夜にあるから16日の昼に休めばいいわけね。 OK、 じゃあ今日はちょっとお出かけをしましょう。で、公園に行きますと。でジョギングを、していると赤羽れいちゃんに知り合えるみたいなんで、前田さんを見かけた。いや前田さんはいいよ話しかけるでしょう。 OB って書いてある。おや、君はミカミックス選手かい？よかったら一緒にどうだい？光栄です。おお、今後球界を背負う選手になると思っている。もっと実力をつけなくちゃいけない。お願いします。僕の指導はハードだよ。そうか、まだまだダメか。あれ、なんか、あれ、この子供何？礼儀の正しい子だった。何今の子供。で、ジョギングコースを見つけて、奥井とね、ジョギングをしてると赤羽れいちゃんに、会えるみたいなんで、今日のオーダーは、ファーストは新井さんが守ってますね。外野は、レフトが丸、ライトが鈴木、センターが自分と、で先発はジョンソンで、巨人の、先発はマイコラスやる気が全くないけど、まあ、とりあえずね、ある程度打たれたとしても自分でね点を取れるっていうのがでかいんで。ズームズームスタジアム広島です。まずは1回の表、先頭1番の長野、これはまあいつも通りですね。OK、 立ち上がりはいい感じで、OKOKOK、3人でピシャリと抑えてもらいたいものだ。3番がヨウか。3番がヨウってことは4番が坂本だな。1回坂本出てない時あったよね。ああ、4番坂本だね。次が4球目、ツーアウトとはいえ、OK、ショートライナー。まずは無得点に抑えました。塁には出てますね。第9投げた、ドロップカーブか。154キロ出るんだ。ただやる気が絶不調だかんな。投げた、危ない球、しかもスロースターターだし。第4球は OK、 とりあえず2点。30号か。しかも中間スタンドへ突き刺さったジョンソンさん、 OK です。これで2回の表、しかも3点になってるし誰か点取ってくれたんだな。外れた。ただ先頭バッターのフォアボールか。右バッターボクサー6番村田、148キロ直球、空振り三振。ギャレット第3球は打ちました。セカンドこれもゲッツー。セカンドフォースアウト。おお、見事。スリーアウト。さすがの二遊間。2回の表が終わって3対0。3回の表、今日は始まりがいい感じだね。先頭バッターは立岡、打った1・2塁間。うわー、でも抜けたか。ちょっとね、先頭打者を出すね。いいバッティングを見せました。バッターはピッチャーマイコラス。マイコラスなんだ。マイコラスだと思ってたけど、第2球バントか。確実に進めてくる。ピッチャーの左へ転がした。ファースト、おお、送球それた。アウト。ランナー二塁に進みました。あれくらいだったらね。ワンアウトランナー二塁に変わります。打ちました。三遊間のゴロ。これは一塁送球。無難に。カープなおもピンチ。ファーストに投げるか。バッターは2番片岡。最初のバッターボックスは内野。おお、見事見事。空振り三振。ピンチを抑えたね。三回の表が終わって3対0。カープ三点リードは変わりません。さて、また塁に出てくれてるね、丸さん。今日2打点を挙げています。これはチェンジアップか。第2球投げた、完全に外れた。ドロップカーブはね、打ちにくいからちょっと投げた。うわ、これゲッツになる。おお、抜けた抜けた。ボールは中継。ナイスバッティングです。ゲームは中盤戦に入ります。3番用からか。恐怖の核弾頭、打った。これはいや無理だよ、普通に無理。どうだ、これはヒットになります。ああいう場合ちょっと後ろから回り込んだ方がいいのかな。もう無理だって思ったらツーベース。そこからの
坂本かフォアボールか阿部と勝負をするか。おお見事。ただまだワンアウトだからね。これはゲッツーいけんじゃん。さすが。なんだかんだでヒット2本だからね。ジョンソンさんさすがっす。デンキャネット。これもセカンド。いいね。これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番立岡投げました。絶対痛烈。これはおお。いやすごい菊池さんマジすごい。ランナーありません。バッターはピッチャー。あれなんかリプレイとかって設定できた気がするんだよな。なんか初期設定ってリプレイがなしになってたような気がするんだけど、まあいいや後でちょっと見てみよう。いや菊池さんはねさすがだよ。山口になってウォーカーフェイス。シュートか。これもチェンジアップか。一気に追い込まれたな。これはあーやばい。ゲームは後半に入ります。トップバッターは長野。今日は三振とサードゴロ。初球を打った。これはサード OK。 サード取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番片岡。今日はセカンドゴロと三振。カットボール、空振り三振。強いね。恐怖の格段と両通算105本塁打まで。おお見事。見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。いやヒット2本だよ。すごいよ本当に。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。で坂本からか。先頭バッターは坂本。今日は失敗しました。これはどうだ、いけるか、いけないか。うわすいません。ボールは中継。申し訳ないっす。ああいうのはちょっと諦めた方がいいのかな。諦めて後ろから回った方がフォアボールか。バッターは6番村田。今日は三振とセカンドへの併殺打。打った三遊間へのクロック。これは1点入るか。ちょっとまだノーアウトだしな。ようやく1点を返しました。村田タイムリーヒット。カープなおもピンチが続きます。ジョンソンここは踏ん張れませんでした。なんかゆらゆら揺れてたし。リリーフか一応か。バッターは7番ギャレット。今日は乗ってるな向こう。これはでもレフトじゃなくてこっちはライトか。ああ無理か。あの距離はさすがに捕殺は無理か。中井ワンアウト。これはでも菊池さん大丈夫。菊池取りました。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。代打来るね。第二球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。これはファースト下がった。余裕があります。取ってこれでスリーアウト。すげえ後ろにめっちゃついてるよ。7回の表が終わって6リードで迎える7回。内海今日はツーアウトを打っています。牽制緩急。第2球投げた。スラーガーボール。バッターよく見ました。カウンター2ボール。打った。これはでも詰まったな。センター取りました。ボールは中継。これで2アウト。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。さて長野これはショートアウト。大丈夫。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは2番片岡。これは伸びた。伸びていった。おおフェンスか。ボールは中継。もうこれちょろ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 してるよな。本当落ち着きがないというか。あいつマジ何してんだって。あーこれも抜いたか。マジか。その間に二塁に進まれた。6対3か。みんな揺れるよね。ピッチャーを変えてきました。一応か降板。マウンド上は中崎。今日3人目のピッチャーとして登板です。そして坂本か。第6球を乗ってるね。後方のフライサード落下点。これで2アウト。これで2アウト。そして阿部か。第4球をボールが直球フォアボール。ストレートのフォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは村田。打った。これはファースト真正面。 OKOKOK。 エルドレッドそのままベースを踏んで3アウト。8回の表が終わって6対3。いや点を取っておいてよかったね。見事ジャイアンツを下しました。ジョンソン6回2失点。インタビューが始まりました。
鈴木さんさすがだね、決勝点となるタイムリーヒット。ジョンソンが11勝、ジャクソンがセーブか、ミカミックス1回30号到達、4連続マルチ、1回の本塁打も良かったな。これで球速経験値が上がる意味がよく分からんけど、まあ飲みに行きましょう。飲みに行こうって言ってもさ、別に俺飲めないからね年齢的にまあしょうがないよねそれは。今日は14日、お出かけできる？夜だけど公園、夜の公園か、散歩しかないね。あれもしかしてさ、この公園ってさ、ジョギングコースって同じところじゃないとさ、ジョギングコース見つけらんないのそりゃそうだよね、だって公園なんて全部違うはずだからね。しかも地元のさところじゃないといけないのかな。今阪神戦だからどっか遠征だもんね。とりあえず行くだけ行ってみよう。公園、公園にいる選手を誘ってじゃなくて知り合いの選手を呼ぼう。奥井でしょう。公園から電話するんだ先に言っとけよ今日は阪神戦10連勝中、よし行くぜ。ライトが野間さん、レフトが鈴木さん、自分がセンター、ファーストはエルドレッド、ピッチャーは野村さんだけどちょっと調子がよろしくないかな。で相手は藤波。確か野村さん一番うちのチームで勝ち星が多いんじゃないか。福留からか。トップバッターは福留、打った流し打ち、サードから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山、通算500安打まであと5本としています。打ちました。これはおーショートいいね。アウト、これでツーアウト、ランナーありません。やはり二遊間の守備は大事だな。投げました、打った打球はファースト、これも大丈夫でしょうか。下がっていった、取りました。なんだかんだで抑えたね。この回きっちりと3人。さあてじゃあスロースターターのうちに1点取っておきますか。第2球投げました、速い153キロはやっぱりね速いよな。この高めのカットボール、キレのある変化球。さあ4球目、奪三振持ちか。これはいい当たりだ、いったー、いっちゃった、入った入った、ホームラン、第31号先制ホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。1点取りましたよ。2回の裏、これからタイガースの攻撃、あとは守備でヘマをしないこと。これもショート大丈夫、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、アンダーウッド、カリブの長距離砲、アンダーウッド、打った当たりだ。うわ、これは普通に無理でしょ。ヒットだよ。アンダーウッド、いいバッティングを見せました。キャンベル。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。投げました。打った。阿部。おお。いや、あんな鋭い打球取れないよ、俺。スリーアウトチェンジ。怖いわ。2回が終了しまして、1対0。カープ1点リードは変わりません。3回の裏、1点を追いかけます。タイガースの攻撃、先頭バッターは中谷、投げました、初球から打って、これもセカンド、一塁送球、菊池うまくさばいています。右バッターボックスには、いやーでも守備の勉強になるわ。投げた、打ちました、阿部、ボールを掴んだ、一塁送球。やっぱりサードってわりかし強い打球が飛んでくるね。ありません。バッターはピッチャー藤波、打った、痛烈な当たり、これどっち、俺、ちょっと待って待って、今のさ、打った、
いや普通に多分ね反応はしてたと思うけど、ちょっと壁じゃねえや、打球のね向かい方が悪いんだな。何でもかんでも打球に向かっていくんじゃなくて、少し回り込んだりして投げやすい体勢を作るっていうのもね、しないといけないんだな。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、投げた、打ちました、いい当たり、宇宙外のスライダー、こういうのとかね無理でしょう普通にお願いします。中継、糸井、いいバッティング、アングルがさ、ホームの方を向くみたいな、そういうアングルないのかな。これはでもレフト大丈夫だね。あっと、速球高い、めっちゃ高いよちょっと待ってカープ、なおもピンチが続きます。マジっすか。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはアンダーウッド、これはでも大丈夫、ベースカバー落ち着いてベースカバー、野村取ってアウト、スリーアウトチェンジ、カープこの回2アウト3、5回の表、これからもう1点取っておくか。じゃあ投げた、危ない球、ちょっとツーシーム、第2球投げた、ワンバウンドした、ボール、これは完全なボール球、カウントは2ボールノーストライクです。いやこれはでもちょっと詰まったかな、センターフライか。ランナーはありません。5回の裏、キャンベル、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターはキャンベル、投げた、打った、痛烈な、これはでも大丈夫大丈夫、いけるいけるいける、ちょっと待ってこのアングルだからさ嫌なんだって。バッターは7番、もうちょっと引いてほしいよ。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れて、打った、ボールスライダーでライトへ、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは、ああいう打球とか来ると怖いからな。サードゴロに倒れて、最後は見逃し三振に仕留めました。タイガース、この回の攻撃はなかなかの投手戦だね。先頭バッターはピッチャー藤浪、投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、これはお任せしますと、つかみました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って福留、今日はサードゴロと三振、打ちました、セカンド左、一塁送球、いやセカンド本当安心だわ。これで2アウト、ランナーありません。で代打可能、可能、第4球は速球、空振り三振、京セラドーム大阪からお送りしております。ヒット2本と3本だからね、さすが藤浪には抑えられてるか。危ない、当たるかと思った。投球これから2球目、失投が多いね。コントロール F か。第3球を投げました今のはちょっと無理よ。次が4球目、投げました、ちょっと待って待って待って、もうああいうの無理なんだけど本当に。投げました、危ない危ない危ない。で四球か、まあ、コントロールが良くないからね。投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。次が7球目、投げた、おお失投、外れた、フォアボール7回の裏タイガース、ラッキーセブンの攻撃に入ります。なんだかんだで1点のリードしかないのか。これはまあ無難にセカンド投げておこう。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ここ投げた、打ちました、これ待って待って待って、セカンド取りました、大丈夫だね。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。肩越しにランナー見た、打った、流し打ち、うわーこれはちょっときついぞ。これはヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、アンダーウッド、いいバッタイガース、取り手にダイソー、一塁に入りました、一盗塁。さあここが試合の分岐点となりそうです。カープここは中間守備を取りました、中間守備、これ犠牲フライか、抑えた、糸井タッチアップ、キャンベルレフトへの犠牲フライ、カープ第1対1同点、1対1、野村ここは踏ん張れませんでした。身長差を変えてしまったか。そしてノリノリ状態、投げた、走ってきたね、キャッチャー右へ、 D でも走ってくるのか。鳥谷今シーズン2個目の盗塁か、 D なんだダイソーなのにそんなに速い感じはしないんだけど、これは大丈夫だね。盗塁がうまいのかな、そうすると、うん、ってか変えられた、あれ変えられてないか、単純に打ってくれたのか。北条、高め、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。でもここでの3点取ったのはめちゃくちゃでかいな。誰かホームラン打ったのか。バッターはトップに帰って福留、通算255本塁打まであと4本としています。サークルチェンジ、見送ってフォアボール、ピッチャーを交代します。
先ほどからセカンドの守備に入っています上本。第2球投げた、打ちました。これはサード OK、 取ってアウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナーで俺からか。岩崎降板、左を9回に入ります。これは左右第1球投げた、初球外れても大きく外れました。投げました、危ない球、ちょっとこれもコントロール良くないね。投げました、早い、打ったキャンベル交代ヒット点やった、ラッキー、ナイスバッティングです。おお、そして1点を取ってカープ見事勝利です。さて今日のヒーロー野村さん7回1失点、本当に今日は大活躍でした。14勝だもんね、すげえな、20勝いくんじゃないか。大活躍、鈴木さん行きましょう。奢ってもらってばっかりだな。まあね、でも1年目だからそれくらいがいいのかな。今日は寝てっていうかさ見てないけどさ、ローテーション変わることあるからね。大丈夫だよね。よーし、絶好調のみんな好調だね。まあ普通の人もいるけど、全体的に調子の悪い人はいない。で、相手は岩佐だ。どんなピッチャーだ？球速を上げてね。もうすげえジャイロボールを投げたいんだけどな。150キロとか投げたいよね。ちょっと見ましょう、これは。野手データから見ていくか。福留山と、糸井、原口、アンダーウッド、キャンベル、中谷、北条、岩佐だ。チェンジアップが5か。150の BC。まあ、バランスがいいね。さてまずは福留、投球はこれから3球目、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ジャイロボールは最後は落とす、インコース高め、これはわずかに外れています。打たれ た, ました一塁へ送る、これはどう、記録はセーフか、内野安打か。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投球は3球目、投げました、あっとこれはショートフライになった、ファウルグラウンド、キャッチしています。肩越しにランナー見た、といのなインコース低め空振り、第3球を投げた、あればね結構持ってかれるからね。センターへ持っていった、ヒット、ボールはいきなりピンチだな。糸井、いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。あー、ボールが続いちゃってんのか。そうか、見送ってストライク、一球見送りました。これはでも三振を取りに行こう。最後はジャイロボールで決める、打ちました、掴みました、いいね。これで2アウト、ランナーは1塁で、アンダーウッドか。第9、カウントはないところから。初球空振り。第2球投げた、ジャイロボール見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、ローボールヒッターだね。第4球を投げました、打ちました、大丈夫でしょう。セカンド後方掴んで、ありがとうございます。3アウトになります。カープこの回ワンアウト1塁2塁のピンチでした。そして第1打席、自分で点を取っていこう。2回です、第9投げました、しまった、これはチェンジアップ、チェンジアップ空振り、緩急、初球空振りから、いや、チェンジアップはね本当タイミングね、クルーは1つ外してボール、カウント1ボール2ストライク、あー待て、打った、やばい、ヤマ取った、1塁送球、2にはならなかった、危ない危ない、先制、1点入れてくれた、いや3点入れてくれた、むしろ2回の裏、超ありがたい、本当にありがたい。トップバッターキャンベル打ちました、センター前進、いいね、これでワンアウト、動きに迷いがないよね。バッターは7番中谷、俺みたいに投げました、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク、打ちました、ショート左横のゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番北条、現在の打率は2番、打ちました、菊池、ボールを取る、セカンドから走塁妨害で、完全走塁妨害だよ三者凡退、第2打席、カーリードで迎える3回です、もう1点欲しいね、もう1点、第9、はい、これを、あーっとー、OK、一直線、入った入った、ホームラン、
4点あれば大丈夫でしょう。先頭バッターピッチャーって言ってな、2球目ストライク。そういうね、満身がいけないのよ。3球目ストライク。ただ追い込んでいます。ピッチャーに対しては三振を取りたい。打ちました。サードキャンパス後方ボールを掴みました。次が6球目、投げた、見逃しの三振。おー、いいね。左バッターボクサー今山、通算500安打まで、これはちょっと外めに発動。第1打席はファールフライに倒れています。で、入ってくるか入ってこないかくらいのちょっとスライダーを。外角高め、いいね。空振り三振、バットが空を切りました。タイガース、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは糸井、投げた、インローに送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。これも入るか入らないかくらいの。カウントはツーボールツーストライク。で、スラーブをギリギリに決める。流し打ち、どうだ、ヒットになります。これは二塁まで走られるね。糸井ツーベース、ノーアウトからのツーベースか。バッターは4番原口。そして第1打席はセカンドフライに倒れています。打った、センター前に。これは走れないでしょ、さすがに。野間掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。アンダウト、ツーストライクに来てるから、ちょっと1球外そうと思ったけど入っちゃった入っちゃったけど大丈夫だったね。よしよしよし、ナイスピッチング。4回の裏が終わりました。チャンス、さあ追加点のチャンス。このチャンスをものにすれば。危ない球、タイピン F か。さあ次の投球、カットボール、おお、際どいね。投げた、どうだ、いくか。おお、いったいったいった。やはりね、自分で点が取れるっていうのがめちゃくちゃでかいよね。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは、これはギリギリのところに。おお、そうかピッチャーだから自分で処理しないときも、処理しなきゃいけないときもあるもんね。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番北条、最初のフォアボール、ジャイロボール外れてフォアボール。代打は高山、現在の打率は3割3分1厘。第2球、投げました、ストライク、これで追い込みました。投げました、わー、しまった、やっぱ外せばよかった。3球三振を狙いに行ったのが、ナイスバッティングです。やはり良くなかったな。ピンチを広げてしまいました。投げました、初球空振り、少し迷ったか、投げました。バッターのジャイロボールがね、結構ずれるんだよね。投げた、ジャイロボールに送ってボール、わずかに外れました。カウントは2、これは流し打ち、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。で、ちょっとボールが続いちゃってるね。見送ってストライク、第4球を投げた、打った、ここも大丈夫でしょう。菊池掴んだ、ありがとうございます。スリーアウトチェンジ、なんとか踏ん張りました。タイガース、この回はクリーンアップからの攻撃になります。ここもスリーボールか。糸井、投げた、打ちました。ショートバウンド、これちょっと待って、大丈夫今記録はヒット、記録はヒット、ぶつかってた感じがしたけど。糸井、これで今シーズン7度目の猛打賞となります。7度目の猛打賞。ジャイロボールはストライク、投げた、打ちました、セカンドライナー。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。さあ、ジャイロで押していこう。ストライク、見逃し、いいね。右バッターボクサー6番キャンベル、フルカウント。こういう時とかさ、全部あれじゃなかった、ジャイロボールやってなかったキャンベル、いいバッティングを見せました。代打、いや、これはちょっとね、ジャイロボールで押そう。投げました、打った、取って、これで OK、 ありがとう。京セラドーム大阪からお送りしております。第4打席、カープリードで迎える7回です。第9球、投げました。お、痛い、ちょっとピッチャーなんだからやめてよ休憩させてくれまだ痛いよ。先頭バッターは頑張るな、まあ、根性あるからね。根性と闘志を持ってるからね、当てられた後でも投げる。ジャイロボール、空振り三振、まずは三振に切って取りました。バッターは守備の名手今成。守備の名手なんだ。見逃し三振、打順は1番に帰って福留、ちょっと1球外しとこう。あと4分としています。高めボール球打った、取りました、これで3アウト、三者凡退。ヒットはでもね、割かし打たれてるんだよね。タイガース大展開で迎える。これも2ストライクになってるから、ちょっと1球もうカウンター2ボール2ストライク。逆にストレート無理か、落とそう。低め、カウンター3ボール2ストライク、低め、空振り
三振。バッターは3番糸井。今日はちょっと疲れてきたか。8回。いやでもこのままだったらこれで終わりだからね。外角低めいっぱいに決まった。8回裏、9回裏があるのか。打ちました。セカンド右への打球。甲子園球場だから3アウトチェンジ。3人でピシャリ。最後も投げないといけないのか。カープリードで迎える9回。しかし点があれば負けることはない。まずアウトコース低め。7点はさすがに大丈夫でしょう。投げました。これはいく。打球はそのまま伸びていく。おお、いったね。そろそろまたマークされそうだな。9回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。ジャイロボールで決めよう。バッターはカリブの長距離砲。オッケー。低めの球、見逃し三振。第2球。スライダーを1球ギリギリのところにやって、攻めてきます。で逆にジャイロボールをやって、決まったストライク。伸びのフォークを1球落として、投げた。ストライク、空振り三振。2者連続三振になりました。フルカウント。これはジャイロボール。ここは何としても抑えたい場面。ジャストミート。オッケー。ショートから一塁送球。アウト。試合終了。いやー、打って投げて大活躍だね。圧勝です。9対0。本当に今日は6安打完封。お送りしてまいりました一戦は9対0。打撃も褒めてくださいよ。打撃は絶対評価されないからな。先発の日には。だって3回打ってるんだよ。ホームラン。何勝できるかな。20勝したいんだけどね。そんなにローテーション的には回ってこないかな。11奪三振。いや、3発も褒めてほしいんだけどな。うわ、やはり体力がめちゃくちゃ減った。いきましょう。もう疲れたんで。いや、今日の飯はうまい。最高にうまいよ。完封勝利。ファンが20人増えた。ピロリロリン。おお、ミカミックスか。ガソリンタンク。そこまでガソリンタンクか。いや、これね、ガソリンタンクでもあれだよね、キャッチャーのおかげだよ本当に。これ石原さんに電話してお礼言わないと。石原さんのおかげでガソリンタンクと呼ばれるようになりましたって。キャッチャー石原さんでいいんだよね。今更だけど。そうだよね。やっぱりね、このキャッチャー B のおかげっすよ。石原さんのおかげで、ガソリンタンクになれたということで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。